続いては青竹メインディッシュですこちらポッドキャストでも配信していますのでぜひチェックしてくださいね本日のお客様をご紹介します東京都立大学の教授を務められています社会学者宮台真嗣先生です今日はスタジオにご降臨でございます前回12月はですねリモートのご出演だったんですが、はいえー、今回はスタジオに来ていただいております、はい、わざわざお越しいただいて 理由はどんなところに終わりなんですか。まあ、原則としてですね、すべて、もうリモート拒絶なんです。それはもう、あの、入院していたときから、退院してからも、そうでしたけど。外に出れないのが、すごいストレスだったんですね。で、特に、あの、襲撃感が確定するまでは。まあ、自殺という形になりましたけれど。はい。ええ、とにかく、外に出られないんで。うん、なので。 その間もですね、あの結構あの敬語付きでね、うん、やっぱ表に。はい、出ていました。あそうだったんですね。はいうん、えっと、もう。滞、うん、りなく食事とか、そういうのは問題はなくなってるんですか。<laughs> そうですね、まあ最初はね、うん、あのほっぺた四センチの深さだったからね、うん、唾液腺も切られているし、耳下腺も見えていて。あと零点一ミリでね、うん、表情筋がやられて。 うん、後遺症が残っただろうと言われるところが、はい、まあラッキーギリギリだったんですよね、うん、でそれはまあ比較的滞りなく回復してほらここ1 5ンチの傷ですけどほとんど見えなく見事に手術が行われた感じですね。形成外科の先生、はいうん 中島先生とおっしゃるんですけど本当に世話になって、実はね耳も取りかけてたんですよ。で、すごいね軽いお兄ちゃんなんですね。中島先生耳取れちゃいますかねうん取れちゃうかもしれませんね。取れちゃうかもしれません。笑い元じゃありませんけど。耳が取れるって。はいでもいやつきましたねすごいなとこれまだからラッキー。 自分ですごいなっって先生おっしゃですね耳がくっついてお医者さんがすごいなっていう会話すごいですね。<laughs> そうですねであと膝をね 10cm の深さで切られちゃったんであの剣,剣ですねえ剣が、まあ、切られちゃってるんで,で、まあ、僕も自分で一生懸命リハビリをしたのであのいわゆるあのリ,リハビリの,あの、まあ、療法士さんのお世話にはなってません。 が、今でもね、やっぱ階段はちょっと降りるのはきついです。登るのも,はもう平気でできますけれど。うん、やっぱ降りるときに負荷がかかるんですよね。なので、うん、まあ、これが完全になるまではまだ数ヶ月かかると。うとですかね、はい、でも、まあ、あの、自分でできるリハビリを。まだ、あの、先生に聞いてきて。うんうん、まあ、ちょっとハードなリハビリをやれば、はい、それは短縮できるということで。はい まあハードにやってます。ええー、いろんなメディアにご伝、えー、なるのがちょっと早いんじゃないかなと思いながら見ておりますが。うん、<laughs> びっくりしました。それでもあの宮田さんはかなり精力的にあの出るようになさっているように見えます。まあだからそれはまあ言論人がね、うんはい、まあ暴力にビビって発言を控えるようになる。うんうん ととということになるとね、うん、ただでさえ、まあ、言論人の評価が日本では低いですよね、うん、単にポジション取りをするポジショントークでテレビコメンターを続けるみたいな、ねうん、のが目立っているという中ではね、うんえー、何があっても、うんえー、発言は発言への影響がない状態というのを、ね、皆さんにやっぱお見せして、うんうん、日本の言論人がみんなそのポジショントークする下手りじゃないんだよ っていうことをお知らせするだからそれがやっぱ公共的な使命だろうなと思ってましたねいやお早い退院です。それがすごく伝わってきましたなんかそうしなきゃいけないって先生自身が一番思ってたんだろうなクリスマスゴールに退院とか言われてたんですけど、うん、僕もう8日に退院しちゃいましたからね早かったですね,ね、うん、みんなは止めてたみんなはまだ早いうん。でもなんか僕が言うこと聞かなそうだったので、うん <laughs> 解放、解放されたんですか。<laughs> 解放されましたね。はい。あの。うんうん、何でしたっけ、あの病院にいる間も、うん、そのリモートでいる間も、うん、ずっとそのリハビリを。っていうのも、うん、やっぱり、その。前に出て、ちゃんと話さなきゃっていうのが、一番の原動力だったわけですよ、ね。そう、そうですね。あと、と <laughs> あの、まあ、病院ってのはシステムですよね。なので、訴訟リスクを、まあ、恐れるように。 できているそれは病院が悪いんじゃないんですよね。でなのであの病院の指示を僕の責任で無視してえ勝手に夜中に起きだしてリハビリやっているみたいな、うん、えそういうい状態でしたね前回出演いただいて、うん、まあ今回来ていただいたわけですけど、はい、その間には宮台さんを襲ったと見られる41歳の無職の男性があの死亡したっていうことが あの明らかになりましたね。昨年のことなんですよね。うんうん、昨年にな、うね、もう死んでいたと。うんうんうん まあ公開捜査のね4日後にあの亡くなっていたわけですね、はい、でなので、これはねよくあるあの県警縦割り問題でその自殺案件の処理をした神奈川県警がこれは容疑者じゃないかというふうにあの捜査一課に伝えなかったとっいうか気が付かなかったとっいうことでまあ捜査一課はかなりお怒りでいらっしゃいますけどもね、うん。無理だ これが、ね、あ,あれだけこう、はい、テレビで動画みたいのが流れてるのに、はい、なかなか割り出せなかったので,で、うん、だって、うん、もう顔も、はい、背格好も全部映って逃げている様子とかが、うん、全部映っているのになぜって おそらく引きこもりだろうとは伝えていましたね。あ、家から出てこない。そうそう、だから近所の人は滅多なことでは見ない。あ、うん、だから。そうでしょうね。うん、この40歳の男の人は引きこもりっていうのと。うんはい、あそれから、まあ、引きこもって当然。まあ、収入も。こう、両親に頼っていたっていうことまでは。分かってますね。まあ、生活は全部両親が見てたような。話でしたよね。うん。うんうんうん あのまあ、これはね <laughs>、えーまあ、ロスジェネ問題の一つが引きこもりですよね。で引きこもりって1990年代入った頃からね登校拒否ということで話題になり始めてその後不登校と名前が変わって、はい、でこの世紀になるまでの間に引きこもりっていう言葉が生まれて、うん、別に学生だけじゃない容赦怪人もだよっていうふうになった。ただ年頃に ねえー、中学生例えば1 4五5歳だとするでしょ、はい、でそうすると世紀の変わり目にはもう2 4四5歳ですよね、はい、社会人になっているでそこからさらに20年以上経ってるからあの引きこもりが話題になった時に中学生だった人はもう40代後半になってるっていうことですよね。ちょうどそのの時代の人ということですよね。不登校だって が問題みたいにこう明るみに出て、うん、ちょうどその世代、うん、私もそうなんですけど、うん、その世代のど真ん中 <laughs> 僕の妻もそういう世代です、まあ、ど真ん中あとほぼ民、うん、さんと同じ年齢ですからね、うん、この犯人が自殺してるっていうことに関しては、うん、こうどんなふうに思いになってますかう,ーんとうん ちょっと僕自殺っていう言葉にちょっと奇妙、うん、に反応しすぎるところがあるので、まあ、ちょっと抑制的にちょっと話をずらして話しますけれど、はい、あのネット右翼の中心も皆さんご存知のように、まあ、僕は右翼だって呼んでますけどやっぱり40代ロシジェネ世代なんですね、まあ、それは統計から明らかですよね。はいうん、で まあ、僕がク,クソフェミと呼んでいるような男たちのかなりの部分も同じ世代ですね。<代>でね、あのー、当たり前のことだけど人間って、えー、図書館に行って本を買って読むってだけだと結局自分にとって好都合なものだけ、うんえー、読むことになりがちですよね、うん、なのでまあ年長の方はね振り返って分かる。 と思うけど自分の意見を話して「お前何に間違ったこと言ってんの?」っていうふうにして場合によっては罵倒されたりとか論争をしたりして、うん、でやっと自分の考えのある種の,あのバランスが取れたまとまりっていうのがねやっと出来上がっていくっていうプロセスがあるわけでしょ。うんうん、でもあのインタ今特にインターネットもありますからねインターネットあるいは本雑誌で情報を得て、うん、得た情報について誰とも話さない。 ということはどうなるかっていうと、もうお分かりのように、誰からも修正してもらえない、え、誰とも議論することができない。で、そうすると、まあ自分の認知バイアスの中に閉じこもって、だから見たら妄想的な世界観にはまるあの状態になりますよね。で、これはそうです。で、それは実は日本だけじゃないんですよね。あのまあインターネット化によって。 でまあ、ほぼ全ての国で先進国に限らず起こっている状況で、うんうん、でなので実はそのオーソドックスなね社会学の枠組みだと民主制の、うん、<laughs> 健全な作動のためには、うん、あの健全な個人が必要で。 で健全な個人っていうのはつまり、うん、自立しているけれども極端な沼にはまっていないっていうことなんですよね。うんうん、そういう健全な個人を健全な共同体が育てる、うん、でこの健全な共同体っていうのも国家から自立していて基本あの自分たちでできることは自分たちでやろう、うん、それができないことは上の行政のレイヤーを頼りましょうじゃあその健全な共同体って、まあ、ある時期から 非常に難しくなったんですねでそれはもちろんインターネット化もあります、うん、しかし元もともとはやっぱグローバル化で、うん、あの中間層が分解し貧困化して、うん、あのソーシャルキャピタルっていいますがあのいわゆる中流的人間関係、うん、まあ地域社会ですねそれがどんどん壊れていくってことがある、うん、だからまず国家の役割は、うん、え健全な共同体を支えること健全な共同体の役割は 健全な個人を支えることで健全な個人の役割は健全な民主性を支えることということでぐるっと回りますよっていうのが、うん、あの要するに民主性が健全に働くための条件のまあ記述なんです、ねうん、3つが三位一体でこれが今共同体は完全に空洞化しているで例えば引きこもりっていうのはその典型なんですよね。 その結果その共同体が空洞化すると、まあ、極端な妄想的な個人が育ち上がる。うん、でそれがあの民主制で、うん えー、まあある種感情の政治に絡み取られて、はい、ポピュリズムの犠牲になっておかしな民主制、うん、あるいはそれを推進するおかしな政治家を支えてしまうっていうことがね、うん、なんか刺激が強い方に強い方に当たっていくっていうその通り、うん、それは鬱屈しているのでその分多発的多積的。 にだって誰だって例えば引きこもりになった自分をね、うんえー、やっぱり自分のせいもあるなとかって思うのは辛いわけですよね、うんうん、でもあのちょっと客観的な社会学者の定説っていうかもうあの日本だけじゃない定説、うん、なぜ日本で最初に引きこもりが生じたのかその理由はただ一つ引き,みれた引きこもれたから、うん、引きこもるような部屋を与え収入を与える親がう いたから、うんで。これは日本とアジアの一部では、まあ若干あり得ることだけども。ヨーロッパやアメリカではないんですよね。うん、なぜないかというと。あのだいたい二十歳になると、あるいはまあほとんどの人が大学に入った段階で、うん、まあ家から。無理やり叩き出される、うん。っていうことですね。で僕も叩き出されました。うん、僕はね、大学院生になって。あの。 そんな年になって家の周り,周りうろちょろすんなよっていうふうに母親に言われてやっぱアジアの方が自立っていうか環境的にちょっと難しいんですかね、うん、そうですそれは社会学の定説で特に日本は難しい親が子どもを抱え込むことがあの非難されなないことになってるんですねしかもそういう人たちを今の時代になって、はい、SNS、はい それがまあ好きな情報しか自分の手元に届かない,い、うん、でそれで健全な社会に貢献するようなものがどんどん削がれていっちゃうっていうことになりますかそうなりますね。うん、なので、うん、例えば、まあ、インターネットやね新聞に適切な記述があったとしても、うん、あのもう強力な、ね、妄想的認知バイアスがかかっているので。うんうん あの昔その人たちも小学生の時にはあったはずの読解力がもう働かない、うん、キャッチできないんです、ね、キャッチできなくなってるんですよね、うん、だからそれはこの人だけじゃなくてもう僕たちの周り、まあ、僕も含めて社会全般がそういう状況に追い込まれてる、うんそですか まあ武術やってたおかげで命を落とさずに済んだっていうふうに言ったら何宮田生き切ってんだててどうせ固まって動けなかったんだろうみたいな話をしてるけれどもあの僕はまあ警察とね木曽前庁所検察の庁所に喋った通りのことを喋っていて全て現場検証でですねえまあその傍子ですよねどこに血痕があってどこに足跡があってってことですべて確認されてることですね。だから僕は例えばこれで見せますけど あの防御装置って、はいって、えー、そうですねそらく犯人はねえーまあ、一部の方あの武術の専門家の水族通りなんです、うんうん、捜査一課でもそらく2つの武器を持っていたんだろうということですね。うん、でナイフと大野、えー、なのかのみなのか、うんね、で僕は最初にバーってこの頸動脈を狙って。うんうん えー、しかしこの1 5ンチ傷できましたけどこれは多分おののようなものですね、うん、でそれに対してその,あの途中からあの僕の心臓を狙ってね、うん、ひたすらこのついてくる時には、えー、おそらくナイフのようなものをってる、うん、持ち帰って,てると思いますね。うん、でなのであのででいわゆるこれ武術の基本技で、うん、あのまあ こ、うん、れよけって言うんですけど、はい、内よけ外よけっていう風にして、うん、あるいは内よけ外よけっていう風なことをやってまあ、防いなのでこんだけ防御層がいっぱい腕の周りにいっぱい,い小さい傷がついてます、うんこれね、あの治ったからこのぐらいですけど、うん、あの十数箇所ぐらいありましたよね、うん、で、それはやっぱり歯があったんですね歯があったので、うんえー、その 打ち受けしと統計するときに切られていて、はいはい、そのインターネットでその僕が見たあのあこの人素晴らしいなと思うあの武道の専門家は、うん、それラッキーでして宮台さんで、うん、え動脈切られてるとあの失血死の可能性がありましたと、うん、いうことですね。で、それであとそのその僕とそうやって僕が受けて受けて受けて揉み合っているうちに、うんうん、え犯人があの バランスを崩して、うん、僕の右前にあの尻もちをついて倒れたんですね。うん、でまあそれも検証されているわけですけど、うん、その時僕は巨大なミスをしていて、うん、抑え込みっていうかですね武器を奪いにかかっちゃったんですね。うん、でそれでナイフでスポーンと刺されて膝に深さ1 0ンチ1 0ンチですよ、うん、の,あの傷を負って。 でそこで剣とその向こう側の金も剣と金同時に切られてしまうっていうことがあったんですね。うん、なので恐怖で固まって作業を上げられなかったんだろうとかっていうふうに言う人って面白いですよね。僕の文章を読めばありえないってことがわかるのに、うん、そういうことを平気で言うトンマが溢れてるでしょ。でその人たちは別に犯罪任さずに。 の一応まともな人っていうことになっていると思うんだけど、うん、その人たちがね、この民主政体のメンバーだっていうことは結構重大なことですよね。武器をこう持ち替えたっていうのは、おそらく、うん、その、それじゃ致命傷を与えられなかったっていう危機感みたいなの、をすごく感じたんですね。それで、うんうん、さらに奪われようとしたから、反撃されたみたいな。 いうことだったのかなって感じました、うん。それはありますねと思ったほど僕に、はい、だからなかなかこうダメージがいかないってただ焦りが本人にあっ,たんだっあったと思いますね。はい、でその間やっぱり目撃者がね、僕に言った通行人がやってきちゃったんですよね。人が来たっていう。そう、それで僕に言うべきから。 あのすでうわっていっと僕がうずくまったら上からバーンと打撃を加えてどこどこ逃げるっていうふうにしたという経緯でしたね。結果やっぱりなんかこう、うん、もうダメだって時間切れだっていうのが多分本人の中に焦りがあったでんで。すね、うん、僕が自家製まで切られなかったのはラッキーだしあと膝を刺された時にね、はい これ大動脈に刺さってたらやっぱり失血死してるんですよね。うん、あであるいはもう少し下の方だったら人体帯をやられてそうするとかなり後遺症が残った可能性がある。うん、なのであ<ー>あのお医者さんは、まあ、形成外科と整形外科と、うん、お二人いらっしゃるんですその主治医がね、うんうん、形成っていうのは比較的皮膚の表面で形成っていうのは骨関節ですけれども、うんまあ、とにかく 1%のラッキーでこうなっただから当たり前だからでも僕はミスを犯しているしそれでも生き残っているのはラッキーなんですよ。たとえ武術があったとしても僕のようなミスをすれば死んでも全然不思議はなかったんですよ。でも生き残ったそれを医者は1%のラッキー。 うん。っていうふうに、い、おっしゃってたんですね。一パーセントのラッキーだったんですけど、うん、でも、めっちゃ繰り上げて退院されてましたね。まあ、でも、それはね。お医者さんが。まあ、その。まあ、僕はね、あの、宗教者っていうか。ね、あの。信者でもあるし、いろんなところで宗教セミナーもやっている。で、そのことと、ちょ、関係するのかもしれないけど、人はね。 あのそういうラッキーがありますよね、はい、そうするとおそらくね信仰があろうがなかろうがこれは何らかのギフトで、うん、このギフトにはメッセージがあるってやっぱ感じるものだと思うんですね、うん、だから僕はあのそのメッセージはすぐに立ち上がって、うん、今まで通りやれっていうことだとま受け取って。 いつの場合もそうですけども犯人とおぼしき男の人が、うん、あの自殺しちゃってるってことで、うん、この問題がなんかこうしっかり解明できていかないんじゃないかって、ね、終わってしまうんじゃないかっていう感じもありますね。あります、うん 非常にに証拠をしかしあのえっとね言っていいか悪いかを警察警視庁捜査一課に言われてないんだけどある程度の資料はあるいつまでっていうのはちょっと申し上げられないんだけれどもそれから見ると極めて反知性主義的ですよね。つまり えー、学者、うん、あるいは知識人を非常に強く憎んでいる乱暴な心を持ってたって判断していいですかんとね、えー、じゃあここから回先の理論の話ですね。反知性主義っていうのはあのその知識に頼るものを信じることができないっていう立場なんですけど。うんうん あの反地政主義の立場はねあの理論的にはね二つに分かれるんですそのと。一、うん、つはアメリカのイノセンティズムって言われるね、うん、方向性です。うん、でこれはまあ単純に言うと、えー、イノセントって無くとか、うんえー、汚れなきってことだけれども要は言葉ではなくて、えー、肉体と感情の特に感情の働きを重視するんだ。うん えー、言い換えると「口舌の,、えー、の」とは、ね、<ー>だから、まあ、大草原の小さな家みたいな、うん、ああいうあの本当に親しくよく知った者たちと、うんえー、荒野を生きていく時の伝統的なアメリカン・ウェイ・オブ・ライフアメリカ的な生活形式そうねこれをねあの小坂しいリベラルが。うん ね、男女差別だとか、えー、あるいはその銃を持つことは銃犯罪につながるとかって言われると、うん、それこそそれがキャンセルカルチャーだって怒り狂うっていうね、うん、だからイノセンティズムっていうのは、うん、アメリカの、まあ、銃規制に反対する、うん、動きやねキャンセルカルチャーだっていうふうにしてポリコリを批判する立場と、うん、本当に密接に結びついている。でもそれとは別に、うん もう一つ、ね、<laughs> あの反知性主義が生きがちな立場というのは、まあ、実力というかですね、うん、簡単に言うと、えーまあ、実践主義というかね無断主義というか、うん、言葉ではなくて、うんえー、暴力で、うんえー、やるしかないんだというふうに考える立場と両方ありますよね力、うん、でなんとかなる。 あのまあ,あの容疑者の家族とお母さんがね、うんはい、エホバですよねエホバってイノセンティズムなんです、うん、なので、えーまあ、大学を、まあえー、悪の巣窟みたいにして捉えるんですけれども<ー>大学人はねでしかしあのそれをね攻撃せようじゃなくてそこに行かないで、えー、感情を育みましょうっていう競技ですよね。うんうんうん でなので、えー、まあ今回の襲撃犯の行動は、うん、あのそういうあのイノセンティズムの流れとはちょっと違いますよね。ねあの大学教員は信じられないと。そこから直接になったらやっちまえというふうになるのはどうしてでしょう。でね、うんえー、そこには何か僕に対する おそらく個人的な怨念もあったかもしれない僕のある言葉が刺さったのかもしれないですね、うん、ずっとなんか気になっていたとかそうねただそのデータがないんですよね、うん、何が刺さったのかなっていうデータがないから、うん、まあそこはまあいろいろあの集合地で僕の仲間たちの助けを得て うんえー、まあいくつかのパターンがあるだろうなっていうふうに今ね、うん、今後もそういう推測だったり犯人亡き後のその調査みたいなのは先生自身もやっていこうつもりです襲、うんまあ、撃犯にくっついての情報はもう限りがあるので、はい、え仮説123とかっていうその3つぐらいその選択肢を提示できるぐらいで。 終わると思うんですけれどもねただあの共通の母体として母体っていうのはそのさっきロスジェネ問題に共通の,あの土台としてあるのは、うん、やっぱり友達ががいいいない人すすごく多いんですよでインターネットもいないながあるので友達がいないことを意識しないで住んでいる、うん、これは統計的なデータで今日もこの後ある場所でその統計データを使って話すんですけれども友達がいない。 でインターネットで居場所を確保するでそうするとさっき言ったようにあのいわゆる見たいものだけを見るっていうねそのいわゆるチェリーピッキングっていう現象とか、うん、その同じことを言ってる連中の中だけで話が回るっていうエコーチェンバー現象がね、うんえー、その者ののたちをこう囲い込んじゃうんですよね。うん、でなので本を読むのも良いしインターネットで情報を売るのも良いんだけれども、うんえー、それを コミュニケーション友達とのやり取りを通じて妥当なものにね、うん、この整形していくっていうプロセスがな、うんえー、くなっちゃった人たちがやっぱりとても多いっていね、でこれはおそらく共通のプラットフォームだというふうに理解をしています、はいえー、ちょっと時間がなくなってしまいますそんな先生ですが <laughs>、はいうん、昨年9月に発売された社会工学者藤聡さんとの協調 うん、神なき時代の日本蘇生プランがビジネス社から1650円で発売中です今日いろんなお話ありがとうございました、うんうん、今日話したことは今の紹介いただいた本に詳しくその背景が書いてあるので,、はい、でやっぱり藤井聡さんも非常に聡明な先生なので、はい、ものすごい素晴らしいお受け答えをしてくださってい、はい、ぜひ読んでいただけたらと思います、うんはい、本日のゲスト、うん、社会学者宮台真嗣先生でしたありがとうございました、はい、ありがとうございました